たまたま売ってたんでちょっと見ただけなんですけど、これ情報処理技術者試験にめっちゃ使えるって思ったんですよ。やるぞ。こんにちは、谷口幸太郎です。本日はちょっと勉強グッズを買ってきたので、その開封っていうか、まあ買ってきた袋から出す動画を撮ろうと思います。情報処理技術者試験の、まあ次受けるのデータベーススペシャリストの試験になりますが、それの対策に使おうと思っています。で、一応これ今次受ける美術検定のテキストで、今回の動画とそんなに関係ないんですけど、もうネットワークスペシャリストのこのなんかこのようわからんやつに比べると、もうすごい楽しいっすね、こっちの方が。で、まあただ春に受ける予定なので、まあ受けようかな、どうしようかなと思ってましたが、やっぱり受けないと終わらないのでまあとにかく受かるまで受けようと思います。ということで、買ってきたものを紹介しようと思います。で、ちょっと今回新たな勉強法を思いついていまして、その勉強法も紹介したいと思います。これかなり名案だと思うので、自画自賛気味ですけど、これ全然真似してもらっていいですね真似してもらってっていうか、もうやってる人いるような気がしますね。あ、カメラ撮ってないところで出してましたこれまず買ってきたのがノートですね。ダイアリーになっているスケジュール帳のノートですね。まあ2020年のやつ。まあ今なんか年末なので、来年のこういうのがどんどん売られてますね。で、あともう一個が、おー、東京オリンピックのなんかノートがあったので買ってみました。これなんですが、一応中林のやつですね。この間iPad のペーパーライクシートと同じメーカーのやつですね。この中身はロジカルノートみたいな、中林のロジカルノートみたいなやつと多分同じで、表紙が、まあ、東京オリンピックバージョンになってると思います。ちょっと食洗機が激しいですけど、じゃあ続けますが、もう食洗機無視してどんどん行きますけど、よく買ってきたやつがこっちで。ってことで、読み方違ったらすいませんって感じなんですけど、多分ステッドラーですよね。ステッドラーのシャープペンシルの芯と、ペンと、消しゴム買いました。もう私このペン型の消しゴム好きで、結構愛用してますね。これが製図用のシャープペンシルなんですけど、製図用の、なんかアルミ製の軸のシャープペンシルが結構、よくあると思うんですけど、これ、それの安い版でプラスチックの軸なんですけど、私アルミの軸の製図用のシャーペンそんなに持った感じそんなにしっくりこなかったんですけど、このプラスチック軸のこれ、すげえしっくりきて、ちょっとこう持った感じ。え、何これっていう。その、ペン先が金属で、重心がめっちゃ低いんですよね。低重心。わかりますかね、この感じ。ペン先が下向くんすよ、この辺持っても。ペン先が重たいので、こんな感じで。人差し指のここに乗ってるじゃないですか。この低重心の良さって、めっちゃ伝えたいんですけど、下向いてますよね。これも下向いてるかこれ今ペン先に重りつけてるので、重心が高いペンだとこうなっちゃうんですよ。離すとこうなっちゃうんですよね。重心が低いと、あ、これだ、これもこうなっちゃいますよね。重心が低いとねえ、つまりこう、持ってなくても、手離してもこう、すごい軽い力で持ってても大丈夫ってことですね。いや、これ、やっぱりさすが。まあ普通のペンなんで、いいですけど、これがこのプラスチック軸なんで、低重心がもうより低重心になってて、なんかこれすげえいいなっていう感じがして、ちょっと買っちゃいました、思わず。これも500円でした。500円のペンですね。
これの高いやつ1200円でアルミだったんですけど、アルミ高級感ありますけど、実際これプラスチックのやつの方がいいんじゃねっていう感じがありますね。この低重心というところか、あとすごい軽いですね。ということで、って思った人もいるかもしれないですけど、ちょっと次回の情報処理試験の対策、まあ、次回というか来年ですね。2020年。ですけど、アップルペンシルを使わずに、まあ、使いますけど、iPad は基本この問題見るのに使って、ノートはこっちに使おうかなと考えています。で、なぜかというと、前は、寝る前とかに使ってて、要は布団の上とかで使ってて、なのでこのバックライトついたノートっていうのが非常に使いやすいというか使えるっていう感じで、で、1枚でできるので良かったんですけど、最近はさすがに寝る前は、まあ、赤ちゃんとかがいるので、あんまりもう使えないんですよね。寝室にもこの iPad あんまり持ち込めない感じになっていて、なので、結局この今座ってるこの食卓ですね、今これ食卓なんですけど、の上で使ってる感じになってます。結局こういう机の上でやってるんですよね。だからこれにノート足すことはそんなにめんどくさくないってことですね。結構 iPad と通常 iPad 2枚持ちでなんかこうノートとテキストで使うっていう案を、まあ、考えてる人結構いたりとかして、で、私それやるならもう一冊ノートでいいかなって思ってたんですけど、まあまさに今回こっちをもう表示用にしてノートは別冊で使おうかなみたいな感じですね。で、なぜこういう風にしたかというと、これ前回の過去問やってるとこですけど、もう回答用紙出すのがめんどくさくて、こうやってこれもう見開きで両方出してるので、ここに答え直接書き込んでるんですけど、このね、これこれこれ40字以内とか文字数制限があるんですよ。で、これをあんまり私意識してないでやってたんですよね。で、ちょっと本番今回25文字以内ってちょっと短めの25文字で答えよってやつで、なんか知らないですけどいくら書いても25文字に収まらないという謎の現象が起きてパニックになったんですよね。なので日頃からっていうか、やっぱり文字数はちょっと意識してやってた方がいいかなっていうふうに思いまして、なので、まあ、回答用紙使おうかなと思ったんですけど、iPad のこっち画面で、情報処理技術者試験の回答用紙使うと、やっぱちょっと小さくいいんですよね、マス目が。使いづらいわけではないんですけど、ちょっとね、そういうちょっとしたストレスというか、それでやる気なくすのを私はちょっと懸念してまして、もう、いっそここは、ノート別にしちゃって、こっちに書こうかなっていう感じです。で、2020、たまたま売ってたんで、ちょっと見ただけなんですけど、これ情報処理技術者試験にめっちゃ使えるって思ったんですよ。で、なぜかというと、これ。この罫線。これ見たときもうビビってきましたね、めっちゃ。これ5文字でしょ ?5 文字、5文字、5文字、5文字で、1行20文字なんですよ。つまり、まあ、例えばこれ、まあ、30字以内で伸びようとか、40字以内とか、ありますよね。これ、40字以内で伸びようとか。これ1行20文字だから、40字以内なら2行以内に書けばいいってことになりますね。まあ、つまり文字数制限のあるこういう問題の、まあ、回答用紙として使えるなって思ったんですよね。で、あと、データベーススペシャリストの問題だと製図の問題も出るので、まあ、図を書くのも結構これ、四角とか書くのすごい書きやすそうな感じがあるので、線引くのとかもこの、縦の罫線に沿って引けばいいっていうのと、あとこの2本の線が地味に
使えそうって感じ。こう四角書いて、なんか2本あっても弾けますよね、これ。割とフリーハンドでも、この線をうまく使えば綺麗に書いたりとか、まあ、結局無視してこんな風になっちゃうとは思うんですけど、まあ一応罫線としてはかなり使いやすそうなノートだなと思いまして。で、2020。もうこれでしょう。ということで、やるぞっていう感じで、これ買ってみました。なので、まあ iPad とこれを組み合わせて、問題見て、こっちに書くみたいな。で、この、新しく買った、超低重心のシャープペンシルを使おうかなと思います。こっちはついでに買った感じですね。これ売ってたコーナーに売ってたので、まあ、せっかくなんでもう一新して、こういうのを使って、やってみようと思います。一個紹介したかったのはこれ。この、オリンピックのノート。この罫線めっちゃいいんじゃねっていう、とこですね。で、もう一冊がこれですね。これなんですけど、私スケジュール帳として使う気が全くないですね。で、2020年から使う気もない。で、これ何に使うかというと、これなんですけど、1週間が1ページになってるんですよ。結構これ1日のスペースがあるんですよね。何か書くところがありますね。ここに、情報処理技術者試験、まあ情報処理技術者試験じゃなくてもいいんですけど、なんかわからない単語を書いて意味を書くみたいな、まあ私がよくやってる謎の使い方ですね。分かったことを一応ノートに書くようにしてるんですけど、これをですね、ここに書くわけですよ。なんかこう一個こう一つの言葉の説明をここに書いていって。これをひたすらやるわけですね。ここに1個なんか書いて、カク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 みたいな。で、2020年を終わらせれば、全部書いて、全部もし埋めることができたら、めちゃくちゃ勉強になるんじゃねえかっていうことですね。だこれ、まあ、単語帳というか、そういうのに使えるなって思ったんですよね。日付が進んでいくので、なんか、進んでいく感あるかな、みたいな。目標としては2020年終わらせる、みたいな。365も書くことあるかって思いますけど、まあ、意気込みというか、もうこれ埋めるぞ、ぐらいの感じで、使おうかなと思います。ということで、このノートにしてみました。結構、午前対策とか、午前対策、去年私受けたので、一応変な車組み立てて、結構問題解いたので、6割ぐらいはできるようになってるんですけど、今年初めて受けるとか、そういう感じの人だったら、結構これどんどん埋まってくんじゃないかなっていう、知らない言葉いっぱい出てくると思うので、そういうのを見つけるたびにこう、まあ、知らない言葉となんか意味を書くとか、やって、これどんどん埋めていったら、まあ、何ヶ月分やれば、OK なのかわかんないですけど、もう2020年終わらせるぐらいの気持ちでこれ埋めてったらかなりいいんじゃないでしょうかっていうところですね。ということで私結構ノート使ってた時は万年筆よく使ってたんですが、まあ情報処理技術者試験に関してはもうシャープペンシルでやっていこうと思います。これが新たな相棒ですね。以上です。バイバーイ。